お宝あそこだ。待てよ、おい！あれ？さーて、追いつかれちゃったぜ、社長さん。悪かった。私は改心した。この通りだ。お父様。私のイエスマンだったハル。学校も、習い事でも、お前は私の言いつけ通り、そんなお前が立派になって。急に何？あ、覚えているか、ハル。初めての運動会を仕事で見に行けなかった時、お前は泣いた。それからだったが、お前が口答えしなくなったのは、正直を言うと逆に心配だった。でもお前は私に立てついた。自立を果たしたのだ。父としてこれほど嬉しいことがあるか。そんな昔のことをまだ覚えて。あの頃お父様は美味しいものを作るために必死で、人を喜ばせたいという夢を描いていた。どうして変わってしまったの？許してくれ、ハル。お宝を盗まれたら私はもう終わりなんだ。やめてくれ、ご承だ。頼む。もう終わりにしましょう。おお、ハル、なんとバカな女だ。そうは裏切ってでも取り返せ。我が家訓だ。蹴落とす冷徹さこそビジネス。上だの仁義だのは敗者の言葉だ。正義を拝んで勝負に負けて、どこに幸せがある。人の心をすりつぶして得た利益で誰が幸せになるんです？破れるよりはいい。負債まみれのあの惨めさよりな。間もなく私は政界へと漕ぎ出し、世界の上流へ、ユートピアへ、歴史に名を馳せるのだ。ハル、決めろ。そいつらを捨てればこの船に乗せてやる。居座っても基地と共に木っ端みじんだぞ。どうする？
愚かな。ノアル！そこのお前はどうだ。生きて出たいだろう。乗せてやろうか。本当はそいつらと対立してるんだろう。ふん、覗いてやがったか。一緒にいても得にならない、そう思ったんだろう。お前は正しい。そいつらを売れ。利益のために切り捨てろ。スイッチをくれてやる。離陸の後でな。では取引だ。10秒待ってやる。タイムイズマネーだ。なめられたもんだな。損得が全て。悲しいな社長さんよ。ハルと17年も共に暮らしてまだ気づけないのか。この世には金や名誉に変えられないもんが山ほどある。一人だけ助かって何の意味があんだ。こいつらの代わりなんてどこにもいない。お前の提案は花から取引になっちゃいねえのさ。おお当たった。我が輩すげえ、すげえモナカっけ。全部持ってきやがって。お父様、交渉決裂だな。ふん、虫けらごとき。発進までの間に始末してくれ。受けて立つ。当然。おのれ、いたして解散。この村夫婦の組織力を見る。お父様、観念してください。観念だと。そういうことは我が社の精鋭を下してから言え。敵、まだ来るの。行け社員ども、私の勝利の礎となれ。戦車たちが壁になってる。全部倒してガッタカウントダウンが始まった。橋までに奴を叩け。どれ、罠あり。おい、チャインども。まだいるの。全てをマンパワーで解決する。それが我が社の強みなのだ。を犠牲にした幸せなんて。デルソナ、我が決意の証を見ろ。意を示せゾロ。やるな、モナ。デルソナ、仕事の時間だぞ。
する気か。さっさと倒すか、防御しろ。こいつ自爆する気か。さっさと倒すか、防御しろ。仕事の時間だぞ。我が決意の証を見よ。敵3体だ。こうなったら敵だ。射的ヒット。ほらその調子。テル様、覚悟しなさい。役者不足か。専務、来い専務。仕事の時間だぞ。さあ専務、私の右腕としての役目を果たせ。奥村フーズ永遠の繁栄のためにな。何をしている。やり方は手ぬるいぞ。もっと働け。もっと貢献しろ。我が社の命運は貴様の働き次第だぞ。我が社の命運を上げる。クイーン、攻撃力が低下してるよ。行くぞ。篠田は空腹状態。攻撃力が大きく下がってる。
けるぞ。そこか。それ、我が半身。ほいっとな。ありがとうね。どうぞね。ここはペルソナです。覚悟しなさい。敗北を認める。
敗北を認めろ。モネの攻撃力が下がってる。専務まで。誰だ、誰かいないのか。どうして誰も来ないのだ。父様、社員さんたちにも見放されてしまったのですね。決着をつけましょう、ジョーカー。ヘルスター、よし。ここでペルソナだ。ペルソナ、食らいなさい。所詮敗北者の血筋か。彼との縁談は私から断りを入れる。もう奥村フーズは終わりかもしれない。申し訳ない、ハル。お父様。精神暴走事件と廃人か、お前の仕業なんだろ。確かに私は会社を成長させるために、商売敵を潰すために多額の金を払ってきた。やったのかどうかって聞いてんだ。私はやってない。契約があり排除を依頼しただけだ。依頼？じゃあやはり想像してたような悪党が本当にいるってことか。やっぱり。誰とどんな契約です。泣いてねえで話してくれって。くそ、こんな時に。社長さんよ、あれ止めらんねえのか。仕方ない、こんなところで命は捨てらんねえ。見ろ、あれだ。お宝、確かに頂戴したぜ。あれ？最後に教えてくれ、その悪党の顔を見たのか。もう聞く時間なさげじゃね。現実世界で問いただせばいいわ。アーサー、お父様は連れて行かなくていいの？心配ない、グズグズしてると我が輩たちの方がおたぶつだぜ。自分の責任は自分にしか果たせない、お父様が教えてくれたことです。私のピュア。間に合うか。無理っぽいっていうか無理。モナ、頼んだ。
きした。はあ、いい仕事したぜ。そういやモルガナ、お宝取るとき普通だったね。そうだった？廃人館の真相は分からずじまいだったな。奥村は犯人じゃなかったけど、排除を依頼って言ってた。あれ、犯人を知ってるってことだよな。うん、お母さん。これお宝の正体ってプラモ？どうしたの？お父様、あんな風になる前に話してくれたことがあるの。子供の頃どうしても欲しかったプラモデルがあったって。でもおじい様にねだっても結局買ってもらえなかったらしくて。プラモとか1000個くらい買えそうじゃん、ハルンチ。奥村フーズは3代続いてるんだけど、おじい様の代までは本当に小さな会社で、おまけにおじい様かなりの人情経営だったの。知り合いにも無担保でお金を貸したり。お父様が子供の頃はよく家に借金取りが来てたみたい。その反動か、奥村が他人を犠牲にしてでも自分の幸せを追求し続けたのは。うわぁ、プラモ、やばい。これはいい値段だな。趣味の品はこうなることもあると聞くが、プラスチックにどんだけ金出すわけ？ところで、改心って具体的にはいつ起きるの？近いうちってとこだな。まあ今は奥村が改心するまでの様子見だな。奥村が改心すればきっと廃人化の犯人もわかるはずだ。いい、先生の描いた通りですよ。怪盗団が奥村を狙うことも、改心を成し遂げることも。都合のいい財布が一つ減りはしたものの、つながりが明るみに出るリスクに比べれば、奥村はもともと正解という器ではなかったのに。おとなしくしていればいいものを。抜かりありません、彼に処理は依頼してあります。しかるべきタイミングで廃人化を起こす手はずとのことです。不出来な身内と怪盗団の大掃除、一石二鳥とはまさにこのことですよ。我が輩さ、今回はちょっと反省してるぜ。自分が何者かとか、他より劣ってるとか、うじうじしちまった。美学や芯がなかったのは若輩自身だったよな。もう遠慮する仲じゃねえだろう。人間ってことに固執してたのはやっぱり目的が欲しかったからだと思う。目的っていうか、もっと大きな生きる意味っていうの。でも怪盗団って居場所がある今、自分が何をしたいのかつかめたぜ。わかるか？それもゆくゆくはな。自分の居場所って決めたからには、我が輩もこの怪盗団を盛り上げる。つまり我が輩たちの目的は一致してるというわけだ。これからは出し惜しみなく協力してやるぜ。お前も気張れよ。我が輩に損させんじゃねえぞ。よし。それに安堵のにも喜んでほしいしな。我が輩の活躍であの子が幸せになるならそれで十分なのさ。それまだ続くのとか、そんなこと思ってねえよな。さてと。
てと。嬉しい誤算だ、囚人。予想に反してあなた、なかなか見込みがあったようですね。力を磨き、契約者との関係も洗練させている。構成はますます順調に進んでいるようだな。慎重だな。一つ忠告しておこう。絶頂であるということは同時に転落への秒読みでもあるのだ。ゲームには不測の事態はつきものだからね。